ターニーは株式会社シマノが開発製造販売するマウンテンバイク及びロードバイク一般車向けコンポーネントである。同社の分類ではターニーはコンフォートコンポーネントツーリングコンポーネントとして位置づけられている。5万円以下の完成車に採用されることが多いリアビレーラーの TX71 シマノの製品群では最も低価格な入門向けコンポーネントであり、 もっぱら5万円以下の低価格な完成車やシティサイクルに用いられている。仕向け先の幅広い要求に対応すべく、ターニーグレードはさらに TX、TY40、TY30、TY22、TY10、TY05 の5シリーズに分類され、性能、価格において多彩な製品が供給されている。低価格ながら動作は確実である。 リアディレイラーの TY18、TY22 などは3万円以下の安価な自転車やルック車に採用されることが多く、TX51、TX71 などは5万円以下の完成車などに採用されることが多い。2012年に登場したターニー A070 では、前身である A050 にはなかったデュアルコントロールレバーが追加され、この A070 より最廉価の ロードバイク用コンポーネントとしてもターニーの名称が使われるようになった。リアディレイラーは通常台座にネジ止めされるが、ターニーのリアディレイラーは台座に相当するパーツと一体化しており、そのためターニーのリアディレイラーを前提とした自転車には他のリアディレイラーを止めるためのネジ穴がない。シマノの他のいくつかのラインのリアディレイラーにオプションとして用意されている。 部品コード Y-52URI は単品で、部品コード783,614のリアディレイラーアダプターユニットはそういった自転車に他のリアディレイラーを取り付けるためのアダプターである。近年のターニーグレードは10速まで使えるようになっているが、最近流通しているティアグラには対応していない。旧式のティアグラか空には対応している。低価格自転車に よく採用されていたリアディレイラーの TY18 ホームセンターや通販などの広告を賑わせる島の製パーツ採用の超低価格自転車に使用されている島の製パーツはもっぱらこのターニングレードである。ただし自転車の性能、安全性はパーツの性能だけでなくフレームの強度や製作精度、そして販売店による組み立てや 整備の状態にも大きく左右される性質のものである。また、消費者の目を引きやすいディレイラーだけが、島のせいで自転車の安全走行上より重要なブレーキには、より安価な他社の部品が使われていることも多い。島の性パーツ採用という表現がそのままだか性能、高品質な自転車を意味するものではない。 高木製作所は、ハブ製造の参考者と共に戦後を代表する自転車、部品メーカーであったが、1970年頃の第二次、サイクリングブームが下火になった1974年に、経営型からか市場から姿を消す。その高木製作所が1970年代初頭に、製造していた上位グレードクランクのブランド名がターニーであった。高木の技術者は、 同じ境の島ノ工業へ移り、現在の島野の,のデラチなど高品位クランク製造の基礎を作った。1970年代中頃に、島野はターニーの名称でセンタープルブレーキを製造しており、これは後のデラチ EX センタープルの原型であり、デラチ X センタープル、現在のデラチデュアルピボットブレーキにつながる。ありがとうございます。